全盲女子の波平丸です。今回もいつも一緒に動画を作ってくれている和平太さんからトークテーマが届いてますので、この iPhone で見てみましょう。波平丸ちゃん、和平の動画で会社を辞めようと思ってると話してたような、 X 例はもう決まったのか？もし自分の中で決めているのなら、会社にはいつ頃正式に伝えるつもりだ？退職の意向を伝えるってなかなかの一大事だぞ。時期もタイミングも場所も手段も切り出し方も迷ってしまうんじゃないか？嫌じゃなければここで予行演習をしてみてはどうだろう。少しは本番で役に立つかもしれないぞ。まあ辞めるのやめたっていうのなら、それはそれで OK だけどな。はい、そうなんです。会社辞めようかなっていうことを、もう何年か前から考えてきたんですよね。で、本当はもう去年いっぱいで辞めようかなと思っていたんですけど、まあこんなね、コロナ禍で先の見えない状況で今辞めるのもどうなんだろうという気がして、ちょっと伸ばしたんですよね。なんですけど、今年に入ってからいろいろ考えてて、もうやっぱり長くても今年いっぱいまでかなっていう気がしてて、もうそれでやめようということで具体的に動き始めているところなんですね。で、そう、会社に正式に伝えるという作業をこれからしないといけないんですけど、まあ、ちょうどですね、上司と面談する機会がありまして、今度ね、上半期の振り返りの面談ということで、そういう機会があるので、まあじっくりお話しするんだったらその時かなと思ってるんですね。ただどう伝えるのかっていうのは正直まだ迷っていて、どうなんでしょう。皆さんもね、これ見てくださってる方の中にも会社を辞めるということを経験された方たくさんいらっしゃるのかなと思うんですけど、やっぱりね、伝えるっていうのは一大事だったでしょうか。どんな風にね、伝えられたんでしょうか。ね、私いろいろ考えてはいるんですけど、そうですね、まあこんな状態なので予行演習っていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、まあちょっとね、改めてやめようと思った経緯を整理してみるとですね、まあ、やめようと考えた理由は大きく2つありまして、まあ大きいのはもうね、この動画の中でも何度かお話ししているように、小説とかね、執筆活動をこれから本格的にやっていきたいっていうのがやっぱりあるんですよね。で、ね、そのやりたいことをやるために、まあ、すぐにね結果が出るっていうものではないかもしれないですけど、会社を辞めたいということで、まあ、今のね会社の仕事続けながらでもその可能性を探っていくっていうことはできるかもしれないんですけど、もう私の中ではね、やめようっていうのがあって、っていうのがもう一つ理由として、ちょっと会社の仕事の中でモヤモヤっとするところがあったっていうのもあって、まあ、これはねもう数年前からずっとモヤモヤしていたんですけど、
それをね、上司とも話し合ってきてはいたんですけど、解決しそうにないということで、ね、新しい道に向かっていきたいなということで、そのあたりをうまく伝えられたらいいなと考えてるんですが、まあね、普段私在宅勤務をしていて、ね、上司と時々面談とかはしているんですけど、あんまり普段ね、仕事をするときにお話しするような機会ってなくって、もうね、一人で黙々と作業していることの多い仕事なので、なんかこうね、退職の意向を伝えるっていうシミュレーションをやってるんですけど、なんかあんまりイメージが湧かなくって、どんな感じになるんだろうなとちょっとドキドキしてるんですけどね。まあね、こんな私を受け入れてくれた会社ではあるんですけれども、ね、ね、そんなわけなんで、後々ね、トラブルになるとか嫌な気持ちが残るみたいなことは避けたいなと思ってるので、まあね、もうちょっと考えて伝えようと思ってます。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。